マシュージョセフ・ハープリングは、アメリカ合衆国オハイオ州シンシナティ出身の元プロバスケットボール選手。主に NBA のユタジャズなどで活躍した。身長201センチメートル、体重104.8キログラム。ポジションは SF、SG。相性はハープ。4年間ジョージア工科大学のスターターターを務め、オール ACC に3度も選ばれた。 そして1997から1998シーズンに1試合平均21.6得点9.4リバウンドを記録。この年のオールアメリカンサードチームに選出された。大学での通算成績は2225得点997リバウンドであり、これらはジョージア高科大学において歴代2位の成績である。またフリースロー成功率は 歴代1位である。大学はこれを記念して、ハープリングの背番号である15番を永久欠番としている。学業も優秀でビジネスマネージメントの学士号を取得している。4回生時にはアカデミックオールアメリカンを受賞した。1998年の NBA ドラフトでマジックからドラフト指名を受けると、ルーキーながらも全50試合中22試合に。 スターターとして出場。ポイントゲッターとしての役割よりも、激しくしつこいディフェンスで相手を止める守備要員として、チームを助けた。そしてその年のオールルーキーファーストチームに選出。しかし2年目には、左足首を怪我し、たった4試合の出場に止まった。2000年8月、クリーブランドキャバリアーズへ移籍。キャバリアーズでは56試合に出場し、 2001年3月16日のシャーロット・ホーネッツ戦で1試合自己最多の28得点を記録した。2001年8月、ハープリングはフィラデルフィア・セブンティシクサーズへ移籍。ラリー・ブラウンヘッドコーチの元81試合に先発出場し、得点、リバウンド、アシスト、スティール、ブロックすべてにおいて、キャリア範囲の成績を更新した。2002年8月、 ユタジャズとフリーエージェントで契約。カール・マローン、ジョン・ストックトンという名選手と共にプレーし大きな影響を受け、頭が良くハードワークも厭わない、プレイスタイルは確実性を最優先するジャズの攻撃システムにフィットした。シュートの成功率が大幅に増した。ハープリングは2002年11月29日の ミネソタティンバー・ウルブズ戦で1試合自己最多得点を33得点に伸ばすと、この年のミップ投票で、ギルバート・アリーナスに次いで2位の票数を得る。翌年マローンがロサンゼルス・レイカーズへ移籍し、ストックトンが引退を表明すると、ヘッドコーチであったジェディ・スローンは、次期チームキャプテンとして、ハープリングを指名した。ハープリングは、持ち前のリーダーシップを発揮して、 若手を引っ張り 3P 成功率が413を記録する当リーディングスコアラーとしてマローンやストックトンが抜けた穴を感じさせないほどの活躍を見せるが膝の故障と手術のためにシーズン途中でリ脱ダしまうしばらくして怪我からは復帰したもののアンドレイ・キリレンコが NBA を代表するスモールフォワードにまで成長しハープリングはポジションを奪われる形で シューティングガードとしての出場が多くなった。さらにジャズは、パワーフォワードのカルロス・ブーザーと、メメット・オーカーを補強。若手に押されて、ベンチスタートが続くものの、長らくジャズのキープレイヤーであった。2009年、膝や足首の怪我が原因でこれ以上の現役で、プレーすることが困難であると発表された。そのため、2009から10シーズンは一度もプレーせず、 2009年12月22日にオクラホマシティサンダーへ放出。2010年2月22日、サンダーから解雇され、現役を引退した。キャリア成績は平均11.5得点5.1リバウンド1.4アシストだった。守備で最も力を発揮し、タフで激しい密着マークは一級品。スタッツには現れないところでチームに貢献している。また、 スモールフォワードとシューティングガードの両方をこなすことができるスイングマンでもある。パワフルな肉体はスクリーンやリバウンドなどインサイドプレイで力を発揮し速攻の戦闘をかける走力も併せ持つ。ありがとうございます。